意外とすごい、なんかちょっとちっちゃいユニバーサルスタジオ岡山みたいな。皆さんは学生さんですか？学生です。今日も何時くらいからいるんですか？6時。6時くらい。6時くらいから。ハロウィンに来るやつ大体貞子や貞子コスチュー。 No, I live in Wiesent. I've been here 15 years. Oh. Yeah. Every year. I came last year. Ah, last year. Last year was. 史上最年少のちょっとゲストさんじゃないですか？ラプンツェル。ディズニー好きなの？はい、皆さんこんにちは。今回ね、ハロウィンということで、岡山駅前にやってきました。はい、それでは始まります。はい、どんじゃー YouTube 始まりました。今日は10月31日ですね。はい、ということでハロウィンです、はい、そうですね、はい、渋谷とかはハロウィンですごい人が溢れるっていうことなんですけど、岡山はまあどうなのかっていう感じで、そうですね、来たわけですけども、私岡山のハロウィンに来たことがないんですよ。あ、初めてなんですか？そう、りょうくんは？いや、もう僕もね、ちょっとちらっと行ったぐらいで、もう全然そんな知らないんですけど。そう、絶対おらんじゃろこれ。そうですね。人もらんくね。普通ですね。そう。で、私たちは今日はそんな格好をして来たわけですけど、ちょっとパトロール仕様になっておりますので、はい、今日は街でいる仮装の人を見つけたら、ちょっとまあ声かけてみようかなっていう。そうですね。でも言いながらなんかみんなどっか向かってますよ、チャイナのね。あ、ちょっと追っかけてみます。そう、うん、ちょっとこう行ってみたいと思います。はい、噴水前なんですけど、ちょっと仮装してる人がなんか多いっていうか増えてきた。そうですね、うん、意外と。あ、すごい、マリオがいる。マリオが、あ、意外とすごい、なんか何、ちょっとちっちゃいユニバーサルスタジオ岡山みたいな。ユニバーサルの前のマッチみたいなところですね。そうそうそう、本当ね、入る前の入り口のところ。そうですね。あ、本物の警察官だ。あ、本物の警察官だ。すごい。止まらないでお願いします。止まらないでください。お願いします。ここは通路でございます。立ち止まらないでください。前の方に続いて移動してください。結構いますね、これ。本当に警備しております。DJ ポリスか、DJ ポリスか、表の途中の石材の上には登らないでください。
ってる人が結構多いんですよ。多いですよね。わかりました。これは今流行ってるんですか、はい、テレビの番組とか映画だって、なるほど。そうですね、彼氏おられますか。そっち、いないです。あ、なるほど。彼氏も今日はコスプレやってるんですか。いや、してない。明日受けますよ。遊んでられんやろ。彼さんもちょっと余ってほしいですね、本当に。はい、はい、ありがとうございます。めっちゃ暑い。ハロウィンに来るやつ、大体。今日は何時からおられるんですか。今日はさっき30分前ぐらいから。すごい引っ張ってる。すごいですね、本当に。でも今日のコンセプトはどういった感じなんですか。とりあえず大物 YouTuber とで、まあ、あとはとりあえず、まあ、なんかジョーカー的なのをイメージして。今流行ってるね、ジョーカーね。はい、もう今日何時ぐらいまでおられるんですか。今日は終電まで。終電まで、はい、ミッチェイド。あ、なるほど。YouTube してるの。俺はなんかそのすごい人がいるなと思ったらもう、あ、友達でした。え、今日のじゃあコンセプトは何なんですか。ポケモンを捕まえたサトシでしょ。まあ、放送終わった後のサトシ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。ということで次は可愛い101匹ワンちゃんですよね。見つけたんですけど、今日は初めてのハロウィンです。いや、3回目、3回目だぞ。3回目、初めて。はい、どうですか、このか今日、あの岡山ハロウィンは。いや、楽しいです。楽しいって。ね、なんか渋谷とか結構ね、すごい人やけど、岡山も意外と、この噴水の周りに限り、そうですね、トカチです。すごいクオリティです。ありがとうございます。揃いで買ったんですか。はい、かわいい。え、今日は学生ですか。そうです。学生、結構学生多い。多いね。うん、で今日学校終わりに来て、はい、準備簡単で。そうです。さすがです。さすがです。今日は終電までみんなで楽しむみたいな感じですか。そうですね。もう最後まで。そうですね。じゃあ皆さん楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。フリーハグ、普段モテない男たちがここで覚醒する。これで、なるほど。そうですね。何目的でやってる。いや、自分らはもうあのゲームしてて、あの女の子にされたらプラス1点、で男にされたらマイナス1点っていうゲームをしてて。あ、じゃあちょっとヤオ君のマイナス1点よろしかったな。ほなちゃんがもうプラス1点。星かぶったのかもしれない。じゃあやっぱね、よしびっくりしたね。何歳ですか。かわいい2歳。4歳ですか。4歳。今日はこれは何の格好ですか。お姫様。ラプンツェル。ディズニー好きなの。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。これキラキラ光ってるの。お揃いでね、かわいいね。え、この髪はつけてるの、ね、すごい。かわいい。めっちゃかわいい。お菓子はいっぱいもらいましたか。はい。いいね、いいね。ありがとうございます。パパということでですね、あのこれちょっとこれ目ついて今話しすぎなんですけど、これは
何コンセプトでこれですか？何コンセプト？メンヘラ女子みたいな。あ、違う違う。幼稚園児、幼稚園児。あ、なるほど。このフェスもみんなお揃いで幼稚園児。かわいいね、かわいいね。今回ハロウィンって初めてですか、岡山が。なるほど。え、去年は何したんですか？猫。あ、猫。猫から幼稚園児へ。どう、レオ君、これ変じゃない？めっちゃ可愛いですね、本当に。結構話しかけられるんじゃないですか？終電ぐらいまでみんな一緒に。あ、そうです。学生多いですね。はい、多いですね、本当に。じゃあ、はい。ということで、一応楽しんでください。ありがとうございます。はい、ということで、え、これピエロ？めっちゃ怖いんだけど、やばい。これは何ですか？うん、やば。うわ、すごい、チェーンソーみたいな。刀っていうか。ゴープロ？ゴープロ？やばいですね。これはどこから仕入れるんですか？アマゾン。アマゾン。アマゾンだって。すごい、すごいね。Are you true? Yeah, I got it. Okay. Don't like my students, see? Okay. Yeah. Thank you. Do I need to do some sadako? Yeah. Sadako posture. Yeah. Sorry, you. Did you come first time here? No. I live in Bizen. Been here 15 years. Oh. Yeah. Every year you come in Okayama. I came last year. Oh, last year. Last year was Matsuko Deluxe. Ah, oh, Matsuko Deluxe. Yeah. Oh my god. My belly's smaller now. So. Hey. Thank you. なんか生首を手にいっぱい持ってるちょっとお姉さんたちに話しかけてみたいと思いますか？イエーイ。いや、これは買ったんですか？美容学生です。美容学生。なるほど。あ、すごい。じゃあ学校の掴んで学校の掴んで持ってきてるっていう、ちょっとなんかここにいる方だったらすげえ顔がやばいよ。バイルンじゃない、バイルンじゃない。今日は、どういうそのコスチュームで来たんですか？今日はどういうコスチュームで？ゾンビです。ゾンビです。このバラは何？今流行ってます。流行ってる。なんかみんなバラ持ってるから、なんかポケモンのいるじゃん、バラ持ってるやつ。違う。あ、本物これ。え、すごい。え、すごい。え、今何が流行ってるんですか？JK でバラを持つの流行ってそうです。なるほど。今日はみんな同じ学校で流行ってるみたいな。中学校が一緒でした。じゃあちょっとプチ同窓会的な感じで。え、いいね、めっちゃ楽しいやつ。皆さん、彼氏おられるんですか？おられません。おられません。なんで？僕もなんかその今25日におられちゃったんですよ。そうなんですよ。今月もそうなんですよ。ほんと YouTube の撮影もしつつ、なんかいい人おったらなみたいな感じなんですけど。リアルすぎる。リアルすぎる。ありがとうございます。はい、ちょっと空気に、そうですね、熱いですね、ほんとね。息できなくて、人がすごいから。そんだけやっぱ人がいるってことですね。そう、すごいね。お母もこんな人いると思わなくてびっくりしましたけど、逆に今いたのは噴水がある側の東口だったんですけど、西口はどうなんだろうっていうことで、ちょっと西口にも行ってみたいと思います。はい、すごい。やりきり、あれ、反応が来たの？1人しか来たの？あ、そうなの？あー、なる。読み込むんだ。こんにちは。どうも。元気？ハロウィーン。何ハロウィーンって？トリックアトリートでお菓子。お菓子もらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。正面からすごいお姉さんが歩いてきたんで、ちょっと話しかけたんですけど、これは何の仮装ですか？あ、やっぱりね。やっぱりね。かっこいい。この髪なんですけど、地毛ですか？ウィッグで。
この髪作ったってことですか。もともとこういう感じの髪型のウィークですか。さらにアレンジ。今日はこれはこの全部セットに何時間ぐらいかかったんですか。いや早いですよ、30分。あ、すごい。すごいですね。結構ガッチでも、ね、すげえな。ありがとうございます。はい、西口ですけどあんまり人はいない。なんかなんかやってる、あっこ。なんかあっこ光ってるって、なんか。何あの、いつもあるあの撮影のやつじゃないですか。ちょっとおかしく。あ、え、森さんの友達の。あ、久しぶり。ということで、ちょっと西口側に来たら、あのな、な、なんだろう、こういうのってなんて言うんだろう、ロリータ。ロリータ。ロリータ系。ロリータじゃない。ロリータ確かに。ドラキュラ。ドラキュラ。なんかあの撮影してる方が言ったんで、ちょっと話しかけてみたいと思うんですけども、今日皆さんじゃあそれぞれのコンセプトは、これはあのディズニーシー。シェリーメイちゃん。あ、そう、シェリーメイちゃんかわいい。みんなクマも、これは何、これは普通のクマみたいな。ビリビアです。今日はどんな感じ の, ちょあの撮影会なんですか。撮影会というか、ビリビアとハロウィン。あ、なるほど、なるほど。初めてロリータに。あ、向こう側に人いっぱい、そう、いました。なんかさっき私たちも言ったんですけど、息ができなくなってちょっと西口に来ようかなと思ったんですけど、なんかレオ君から聞きたいこと。皆さんは友達同士で今日は会ってます。あ、なるほど。写真を撮る仲間みたいな感じ。へー、ほんとなんか向こうのやっぱその人たちのなんかコスプレとか結構ボリュームすごい高いんで、結構高いですよね、ほんとね。皆さん綺麗で、自分はあれなんですよ、25日にあの彼女と別れちゃったんですよ。あこれね、あ、全然ちょっと今そのもしよかったら LINE 交換みたいなのをしたんですけど、してくれる方とかやるすぎちょっと一瞬ブリンクドーンと下がったね。すいません、ちょっとすいません。ということで、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で結構会場のじゃ近く見えるとこ止めてメンバーさんも知ってるんだ。公認みたいな。運営も知ってるんだ。そうなんで、みんなに写真撮ってもらったりとか。そうそう、お母さんとかも知ってる。そうなんですか。すごい、やったー、すごいました。かわいい、めっちゃかわいい。すごいですね。これはなんかこう宣伝したりとかされてるんですか。今みんな集まっているんで、宣伝で乃木坂さんの宣伝。あ、乃木坂の宣伝を。すごいですね。なんか公式アカウントとかあるんですか。そういうのは作ってない。あ、そういうの作ってないということで、まあ、あのぜひ乃木坂さんの方にして見たら、ね、あのすごいラッキーっていうことで、こういうイベントに出て来てるそうなので、ぜひチェックしてください。はい、はい、ということで、そうですね、今日、まあ、もう10時ぐらいになってきて、ちょっとずつ電車で帰る人が引いていったかな、まだいるんですけど、そうです、終電がまあ大体11時とかぐらいで、ちょっと落ち着いてきたかなっていうところで、ちょっと、まあ、商店街の方に来てみたんですけど、自転車がすごいですよね。まあ、お母さんもね、多分意外にいるんだなっていう感じで、渋谷に負けず劣らずね、本当ね。はい、今日も本当ね、まあ、この後ですから大変なのはね、本当に。ここからお酒が入って、やっぱりそのね、治安がちょっと悪くなってくるかもしれないので、まあ僕らも本当ね、この、ちゃんとやりたいなと思って。そう、はい、ゴミとかね、片付けて帰りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。裏番スピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。